ザキ赤星セオ赤星マシマシ TV、うん、さあ、じゃ前回に引き続いてラーメン豚山の大塚店2回目ですね。はい、2回目です。行ってますんでお願いします、はい、こちらお願いしま す, お願いします。はい、さあこちら JR 大塚駅から徒歩2分近いですね。はい、はい、以前自粛期間中にラーメンセットをね送っていただきましたけども、まあ、僕個人としてはお店自体は初なんでね、はい、はい、楽しみにしておりました。はい、はい、基本メニューラーメン汁なしつけ麺で、あの小に加えてね、あのミニラーメンもありますので、そうそう、女性の方も食べやすいということになってますね。はい、はい、で僕は期間限定の濃厚味噌ラーメン、はい、こちらねプラス100円をカウンターで渡す感じで頼みますので、はい、現金です。はい、でソーシャルディスタンスもねバッチリということで、僕はビールからいただきました。はい、あのねこの日午前中に行ったんだけど、もう猛暑が続いてるからね、はい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 、もう汗もかいたんでもうね、顔も溶けてますもんね。顔は溶けてないです、それは少し表面がパーツの問題なんでね、ちょっと汗ばんでるとこあるんでね。あら、でグラスもね非常にキンキンなんで、はいはい、もうとても美味しいですね。冷えっぷりか、ね、結局ね朝日がね朝日が一番うまいですよ。開業の位置がちょっと大きい、冷えっぷりってなってたけど、ね、いや開業は別にいいです、それは。で、まあ、着丼でございます。あ、着丼しました、ね、はい、来ました。小ラーメンの味噌の、はい、これ麺量 250g ですね、はいはい、で豚2枚で白髪ネギを僕トッピングしてますのではい、いただきますということで。早いっすよね、ザキさんの時のあのアフレコってなんか。いや、そんなことないですよ。はい、全然いいですよ。はい、で味噌なんですけども、はい、あの味噌ラーメンの味噌の主張がね強いのかなと思いましたけども、おうおう、まあ、二郎の部分がだいぶ残ってるので、はいはい、あの二郎好きの人があの食べやすい、頼みやすいスープになってるかなと思いますね。へー、はい、で麺なんですけども、こちら、まあ、細麺でね、はいはい、とてもすすりやすいということでね。でね、味噌のね辛みも非常に美味しいんで、うんうんうん、でだんだんと油がね溶けていく感じもねいいですね、麺に絡み合って。あ、うん、もう油はじゃあ食べちゃってるのかな。まあ油もねもう溶かしながら食べてます、はい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 、僕は、はい、非常に美味しかったですね。はい、豚でございます。はい、うん、こちらの豚ね、あ、もうほぐれてるじゃないですか。あ、そうなんですよ。まあ何回も言ってますけども、うんうん、僕はやっぱりあの関内二郎のね巻き豚が非常に好きなんで。あ、そっちか、あの、はい、歯がない方かと思った。あ、違います違います。スープぶっかけてます。まあね、あの歯がないから好きなのかもしんないけど、やっぱりねヤワの巻き豚、うん、非常にね僕大好きなん で、うん、でそこに味噌スープもぶっかけてねいただきますということでね。なかなか見ない食べ方をしましたね。あ、そうですかね。豚にスープかけるっていう、ね、いや非常に美味しいですよこれがあ、ニンニクなんですけども、まとめて、これが辛すぎてね。あ、そう、はい、辛かったんですね。めちゃめちゃ辛い。四天王だ。四天王なんですよ。そうですよ、はい、あの一応こちらね、あの胡椒もホワイトペッパーとブラックペッパー、うん、両方ともね噛んで置いてあってギャバンのね豆腐なんですけども、うん、あのいらないですねこれね。あ、もうニンニクの辛めだけでね。もうニンニクでだいぶ味変になるんで、はいはい、でネギも入れてるのでね、はいはい、ネギの辛さも相まって。あ、そっか、うん、でニンニクとも合うし、でネギと味噌とのねバランスも非常にいいと思いますのでね。あ、最後お酢。はい、まあ、お酢だけはちょっと入れようかなっていう。結構入れたね、うん、やっぱお口直しは大事なんでね。ほいほい、はい、そこで一本やっぱね、取りこぼしがないように噛んだと思う。違う、蜘蛛の糸じゃないんでやっぱね、あのスープの中に、ね、麺残したら失礼なんでね。なんか顔死んでないですけどなんかニンニクのせいよ、だから。あ、ニンニクのせいよニンニクがそうさせてんのよ、俺を。元気出るはずなんだけど。あー、キモフェイ。いいだろ、別によ。キモフェイ。ニンニクとビールで非常に元気になったんだから。あ、美味しかったです。なんか透明な感じでキモフェイス出してみてください。いやいや、ここにやったことない。なんで俺そのために一回なんか編集のやり方調べないといけないんだよ。お願いします。お願いしますじゃないんだよな。はい、というわけでね、あのマシマシレベル注目してもらいたいんですけども。うわっ、高い、はい、これあの油とニンニクだけ増してますからね。あー、そっか、はい、マシマシじゃないですけど、ニンニクが100なんで、はい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 、なのに90を超させてしまうニンニクのパワーというかね。それでちょっと前回言い忘れたことがあって、はい、ニンニク四天王が結局どこだったのかみたいな。いや、あ、残りの三天王何日かぶりに語らなかった、ね、腰に。あ、そうか、ようやく聞けるんですね。あ、そうなんですよ。結局で分かんなかった、ね、後で言いますっていうのは今だったんです、ね、今だったんです。あ、なるほどね、はい、あ、間違ってない。じゃあニンニク四天王お願いします。え、まずラーメン豚山大塚店さん。あ、はい、それから川越のメガガンジャさんですね。メガガンジャ、メガガンジャさん、うん、ガンジャっていうつけ麺屋さんの、あ、ありますね、はい、その二郎系のお店、はいはい、メガガンジャさん、そしてエラーメン二郎新宿歌舞伎町店。ほー、あ、歌舞伎町店入ってる。歌舞伎入ります。あ、そうなんだ。そして、去年の、暮れ、で今年の1月に揚げた千駄ヶ谷さんです。ほー、あー、なるほど。あそこもとてつもなく辛かったね。はいはいはい、これが新、ニンニク四天王で、旧四天王覚えてます？いや、
記憶覚えてないあれすいません覚えてない、うん、古い記憶だけ覚えてんの。あ、そうですか、はい、あちょっとあのいや青色さんとか川口の、あ、はい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 、閉店したとこを覗いてって、でラーメン太郎五反田の陣さんも実は四天王の一角だったんですけど、あ、はい、四天王の中では最弱だったんでちょっと入れ替わってしまいました。定番な、あ、なるほど、なるほど、入れ替わってしまいました。俺はもう郷ひろみとね、あの西城秀樹とね、城みつる、みちるかしか覚えてない。御三家ね、それ御三家でしょ、一番昔のやつじゃないですか。あ、違う、新御三家です。新御三家か、新御三家、御三家、新御三家が結構昔だからさすいません、もう時代が分かんなくなってきてるからさ。まあ以前ね、はい、あの自宅で食べさせてもらいましたけども、はい、はいはい、やっぱりお店のニンニクを味わってなかったので、あ、そっか、はい、やはり豚山さんのね、ぶの字も分かんなかったんじゃないかっていう、豚は食ったんですよ。 うん、なんでぜひともね、あの店舗に直接行って、まあ、大塚店以外にもありますけども、うん、やっぱね、まあ、味噌に関してはっていうことなんでね、味噌は結構ほぼ全部の店でやってるのかな。あ、汁なしか、汁なし、あ、冷やしか、冷やし、冷やし、冷やしはね、そう大塚店なんだけど、はい、味噌はちょっと分かんないです。なるほど、やってるかどうか。まあなんで最寄りの豚山か、まあ、はい、冷やしを求めて大塚まで行くのもいいんじゃないかと思いますので、はい、ぜひとも食べてみてください、はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。